今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のスターズオンアース、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、先行争い何がいくんでしょうか。やはり予想通り花に立ったのはグレッザ、続いてスターズオンアース、さらには新エンペラー、6番ダノンベルーガー、その後ろグレッザ先手を取りました。これに続いてオーギュストロダン、ここにつけたのがチェルビニア、これに続くのがジャスティンパレス、ドーデュース、すぐ後ろボリアット、その前に進出。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。ブローザホーク、それに続いています。外を通って空手、その後ろにソウルオリエンス、内からシュトルーベ、最後方にファンタスティックムーン、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。さて、先頭を見てみましょう。先頭は変わりません。10番ブレッザ、すぐ後ろにスターズオンアース、大きく離れましたオーギュストロダン、ここにジャスティンパレス、この集団にゴリアット並んで、6番ダノンベルーガー、その後ろからはチェルビニア、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。前はブレッザ、外を通ってスターズオンアース、間を挟んでオーギュストロダン、3番手第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。一番前にはブレッザ、外から上がってきますドーデュース、ブレッザ足を伸ばす、先頭を捉えるか、外にチェルビニア、ここで先頭はドーデュース、残り 200m を通過して大きく突き放した。後ろはどうだ、ジャスティンパレス、前とは離された、ドーデュースまさに完勝、今ゴールイン。続いてジャスティンパレス、3着にチェルビニア、ドーデュース見事このレースを制しました。スタートしました。スターズオンアース、コースタート、新エンペラー、この馬もコースタートを切りました。ダッシュよくスターズオンアース、行きました。続いて前へ行くのは新エンペラー、さらにはブレッザ、9番チェルビニア、その後ろスターズオンアース、先手を取りました。少し離れてダノンベルーガー続いています。これに続いてオーギュストロダン、内を通ってドーデュース、赤の帽子ジャスティンパレス、その後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。すぐ後ろにゴリアット、その後ろにブローザホーグ、外を通ってファンタスティックムーン、隣にはソウルオリエンス、シュトルーベ、そのうちに続いています。しんがりから空手、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭に戻りましょう。10番ドゥレッザ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、スターズオンアース、それに続いています。その後ろに新エンペラー、間が空いてダノンベルーガ、その横にオーギュストロダン、ドーデュース、それに続きますチェルビニア、すぐ後ろ各馬大欅を通過。さあ、先頭はまだ10番ドゥレッザ、2番手はスターズオンアース、新エンペラー、3番手、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ブレッザ先頭です。それを追って外からスターズオンアース、スターズオンアース、先頭を奪った。差はほとんどありません。先頭を行きます、スターズオンアース、残り 200m、 ジャスティンパレス抜けた、ドーデュース食い下がる、ジャスティンパレス1着、ジャスティンパレス2着、ドーデュース、勝ったのはジャスティンパレス、このレースを制したのはジャスティンパレス。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスターズオンアース、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスターズオンアース、行きました。続いて前へ行くのはブレッザ、さらにはダノンベルーガ、7番新エンペラー、その後ろ先手を取ったのはスターズオンアース、そして大きく離れてチェルビニア、この位置です。その後ろにジャスティンパレス、
並んで3番ドーデュース、外にはオーギュスト・ロダン、内からはゴリアット。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。空手、それに続きます。隣にはブローゼホーム、その隣にシュトルーベ、すぐ後ろにソウルオリエンス、ピンクの帽子ファンタスティックムーン、その後ろ各馬鮮やかなターフを進んでいきます。 1000m を通過、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。一気に先頭に立ちました10番ドゥレッツァ、リードは1馬身から2馬身、スターズオンアース、それに続いています。大きく離れましたジャスティンパレス、ここにオーギュストロダン、少し間が空いてダノンベルーガ、各馬大欅を通過。先頭は依然としてドゥレッツァ、スターズオンアース、これはいい手応えだ。間を挟んでジャスティンパレス、3番手、4コーナーカーブから直線コースに向きました。スターズオンアース、先頭、外の方からオーギュストロダン、ここで先頭に立ったオーギュストロダン、後続との差はほとんどない。スターズオンアース、いっぱいになった、200を切った、先頭はオーギュストロダン、ドーデュース追いすがるオーギュストロダン、先頭だオーギュストロダン、1着オーギュストロダン、2着ドーデュース、3番手にはジャスティンパレス、勝ったのはオーギュストロダン、このレースを制したのはオーギュストロダン。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ前に行くのはどの馬か。大方の予想通りドゥレッツァ、先頭を伺います。スターズオンアース、競りかけていきました。さらにはチェルビニア、7番シンエンペラー、その後ろ先手を取ったのはドゥレッツァ、少し間が空いてダノンベルーガ、その外からオーギュストロダン、内からドーデュース、その隣にジャスティンパレス、すぐ後ろにゴリアット。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、その外にファンタスティックムーン、内を通ってブローザホーグ、外を通ってソウルオリエンス、隣には空手、最後方にシュトルーベ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。先頭は変わりません。10番ドゥレッツァ、その後ろにスターズオンアース、そして大きく離れてダノンベルーガ、この位置です。黄色の帽子シンエンペラー、その後ろこの集団にチェルビニア、その横にオーギュストロダン、ドーデュース、その位置に続いています。各馬大欅を通過、前はドゥレッツァ、外を通ってスターズオンアース、間を挟んでダノンベルーガ、3番手、後続も追い上げていきます。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はスターズオンアース、リードは2馬身から3馬身、チェルビニア懸命に足を伸ばす、1番前にはスターズオンアース、残り 200m、 リードはまだ3馬身以上、後続の追撃をしのげるか、チェルビニア、これは届かないか、スターズオンアース、ゴーリン、2着はチェルビニア、3番手にはジャスティンパレス、スターズオンアース、見事このレースを制しました。